どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は遊戯王ストラクチャーデッキの開封動画をしたいと思います。今回紹介するのはこちらです。遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズストラクチャーデッキ城の内編ボリューム2ですね。こちらはもちろんインターネットでね買いました。かなりレアなねストラクチャーデッキですね。買った値段は45ドルですね。日本円で4500円ぐらいです。こちらはね、僕ね、当時持ってたんですよね。母親が買ってくれたんですよね。でもね、ほとんどね、カードをね、なくしちゃったり、トレードしたりしちゃったんですよね。だから、また新しいのを買いました。後ろはこういう感じです。城の内デッキに秘める勝利の可能性を求め、デュエル。数々のコンボをマスターし、デュエルに挑め。モンスターカード、トラップカード、マジックカードがありますね。サイドデッキがここにあります。僕もね、こちらのキャラクターね、結構好きです。ギリフォード・ザ・ライトニングがね、見えますね。それで開けてみましょう。開けにくいな。こちら、英語で書いてありますね。英語と日本語で書いてあります。ギルフォード・ザ・ライトニング。このカード結構好きなんですよね。スーパーレアですね。3体の生贄を捧げて、このカードを生贄召喚した場合、相手フィールド上モンスターを全て破壊する。結構いいカードですね。攻撃力、2800。ベビードラゴン。ワイバーンの戦士、懐かしい。ランドスターの剣士、こちらも懐かしいですね。アックスレイダー。グレートアンガス。バトルフットボーラー。レッドアイズブラックドラゴン。こちら、スーパーレアにしてほしいですね。ノーマルカードじゃこちらがっかりですよ。人造人間サイコショッカー。こちらもスーパーレアにしてほしいですね。リトルウィンガード。イグザリオンユニバース。鉄の騎士ゲアフリード。時の魔術師。ナラズの物傭兵部隊。異次元の戦士。切り込み隊長。トルネードバード。キラースネーク。ルーレットボマー。一刀両断侍。こちらがモンスターカード。続いてはマジックカードですね。天使のサイコロ。ハリケーン。右手に盾を左手に剣を。クイズ。造園。サイクロン。早すぎた埋葬。スケープゴート。愚かな埋葬。こちらいいですね。続いてはトラップカード。悪魔のサイコロ。お嬢要員。悪空間物質転送装置。モンスターボックス。マジックアームシールド。地の代償。鎖付きブーメラン。鎖付きダイナマイト。奈落の落とし穴。ギャンブル。墓荒らし、はい。続いてはサイドデッキです。アクロバットモンキー。アーマーリザード。魔物の狩人。大スポット。幻影の壁。治療の神ディアンケト、おとり人形、セカンドチャンス、勇気の旗印、ボンコツの維持、体力増強剤スーパーゼット、ニードルウォール、無差別破壊、強欲な亀、そしてリバースダイスです。まあね、ギャンブル的なデッキでいいですね。もう1枚か2枚ぐらいね、スーパーレアをね、入れてほしいですね。ギルフォート・ザ・ライトニングと、愚かな埋葬、2枚だけしかないのでね、もうちょっとね、何枚か入れてほしいですよ。シンクロン・エクストリームみたいにね、6、7枚ぐらい入れてほしいですよ。かっこいいモンスターがいっぱいありますね、レッドワイズ。こちらですよ。こちらスーパーレアじゃなきゃダメだよ。まあ、でも全体的にいいデッキでね、かっこいいですよ。こちらが遊戯王ストラクチャーデッキ。城の内編ボリューム2の開封動画でした。次回お楽しみに。じゃあね。